はい、公園以来 .com 新聞土井です。今日は、ガリガリ君の開発者鈴木正嗣さんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、鈴木さんは私が公園の窓口担当させていただいてるんですけども、改めてですね、皆様に向けて、自己紹介をご本人の方からお願いできればと思います。はい、はい、わかりました。皆さんはじめまして、ガリガリ君の開発者、そして育ての親と言われております鈴木です。よろしくお願いします。私は1946年に茨城県の水戸市の生まれです。1970年に東京農業大学の農業科学科というところを卒業させていただきまして、同年赤城乳業に入社しました。赤城乳業に入社してからは商品開発を中心に原価計算から購買から経営とほとんどの部分をやらさせていただいてます。またちょっとその中で新しいこともやらさせていただきまして、それまでなかった営業のところですねのあり方を変えまして、開発営業というのをやらさせていただきました。どういうことかというと、その商品開発した人間がその商品のそのターゲットであるとか、そのマーケットに対して何をこう訴えていくのか、まあ、そういうところも含めてですね、そのやるジャンルなんですね。で、売り場提案、どういう売り場でこの商品を売ったらいいかと、それをそのお客様に直接お伝えするという仕事もやらさせていただきまして、まあ、時代がちょうどそのコンビさんだとかそういうところが流星を極めてきたので、そういうことがそのうまくやったと、開発営業ということをこの業界では初めてやらさせていただきました。常務までやらさせていただいたんですが、その後卒業させていただいて、現在は M. ソリューションということを立ち上げて講演活動をさせていただいております。ありがとうございます。鈴木さんは赤城乳業に入社されたのが1900何年になるんでしたっけ？70年です。1970年に入社されて、はい、で、それで1981年ですか？ 1 年にガリガリ君ですね。はい。まあ、入社11年目あたりで。そうですね。まあ、ガリガリ君以外にもコンビニとかでね、よく見ることができるブラックだったりとか、はい、ガツンとみかんとか。はい、ワッフルコーンですか？ワッフルコーンですね。これセブンイレブンさんのオリジナルになりますけど、ワッフルコーンとかを提案させていただいて、今でもセブンさんの売り上げの、そうですね、年間でアイス部門じゃ4番を張ってると思うんですけども、18年ぐらいか、もう20年近くなるんですけど、非常に安定した順調な商品になっております。はい、最初に赤城乳業に入られる時っていうのは、まだ今ほど赤城乳業がこういう CM とかで流れたりとかしてない状況の中選ばれたってことですよね。はい、そうですね。私のその座右の銘って言ったらあれなんですけども、蛍光牛語っていう言葉でして、それにもその大きい会社に入って後ろの方にいるんじゃなくて、小さくともいいから先頭に立って何かをやりたいということですね。そういうことで赤城乳業っていうその会社を、まあ選ばせてさせていただいた、ちょっと生意気なんですけど、選ばせていただいて、そこでまあ好き勝手なことを自由にやらさせていただいたっていうことです。なんか入るときっていうのは、やっぱそういう社風がある会社だろうというところで、こう、統一されたんですか？そうですね。すごく赤城乳業って会社は自由だっていうふうに、まあ、なんとなくですね、ぼーっと聞いてたんですけども、実際入ってみたら、もう本当に制約がなくて、でもう自由にやらさせていただけると。でも勝手にやっていいよって感じで。でまあ一番最初に会社に入って驚いたのが、要するに先輩が後輩にその、なんていうんですかね、率先して挨拶しろって言うんですよね。普通は逆じゃないですか。先輩に挨拶するのは普通でしょ。ところがこの会社は逆で、先輩が後輩に先に挨拶しろっていう、その普通とはちょっと違う会社だったんですね。自己責任で全て仕事していいよっていう、そういう企業風土でしたね。珍しいですね。そんな1970年とか、ね、めちゃくちゃ珍しいですよ。それ入ってみて、ご自身でチャレンジしたいことっていうのをどんどん実現していったっていう感じなんですかね。はい、そうですね。だから当時はまだその、
赤井医療自体がすごくその利益が出てた時代だったと思うんですよね。でその後そのオイルショックというか第一次オイルショックが起きて、この世の中が大パニックになって物が売れなくなって、そういう時代を迎えて、もうアベニオンはめちゃくちゃ苦しむわけですよね。そういう時代入った時は良かったんですよ。その後がものすごく苦しい時代を迎えるわけですよね。でそこから講演でよく話をされるそのガリガリ君開発の話にこうつながっていく。そうですね。だからその当時その売れ筋だった赤木しぐれっていうのが、そのオイルショックでもう乱打戦になって、売れば売るほど大赤字になっちゃうと。それとあの時代もちょっと変わってきてて、今まで行儀よくツーハンドで食べた食事ってちゃんと食べるもんだっていうのが、そうじゃなくてワンハンドで自由にも子供たちは遊びながら食べるっていう時代にね、変わった時なんですよね。それでその赤木しぐれがもう売れば売るほど赤字だから、これやってもしょうがないよね、じゃあワンハンドに作るから鈴木お前やれって呼ばれてじゃあやりますみたいな、もう能天気でやったわけですよね。でその後のこうドラマティックなお話とか、そういったところはぜひ公演の方で、ね、はい、公演でその辺はお話できると思います。楽しいですよ。そうですね。はい